先週自衛隊の沖縄那覇基地から F-15 戦闘機の戦闘訓練に参加したことをお話ししました。はい、そうですね。実はその那覇基地の前日に白梅の少女たちの自決号にお参りをしたんです。はいはい。で、白梅についてはこの番組でも、ずっと前ですけどお話したことあると思うんですが、はい、私もあやまさんの話聞いて、はい、沖縄行った時にそこ行ってきました。 ありがとうございます。はい、はい。初めての方もいらっしゃると思うので時間がないですけど簡単に話しておきますと、まずご説明しますと、白梅の少女たちというのは沖縄戦の学徒看護隊の一つです。はい。白梅学徒隊のことなんですね。はい。で、学徒看護隊というのは第二次世界大戦の一番末期の沖縄戦で頭が割れて腹綿が出た、そういう71年前の私たちの先輩の方々を看護してくださった、まだ当時15、16、17、当時ですから恋も知らなかったような少女たちのことなんですね。はい。で、この学徒看護隊は、ひめゆり学徒隊だけが大変よく知られて観光地にもなっているんですけれども、本当は全部で9つあって、この地元沖縄でも残り8つの学徒隊のことはほとんど忘れられていたんです。はい。実は僕自身も、例えば学生時代、ひめゆり学徒隊しか知りませんでした。はい。で、白梅学徒隊はその忘れられた一つなんですけれども、不思議なご縁がありまして、新人記者だった時に初めてここを訪ねまして、以来30数年間ずっとお参りをしているわけですけれども、はい、ささやかに今桜井さんおっしゃってくださったようにこのことについても発信をして、次第に沖縄でも本土でも知られるようになって、はい、だいぶお参りもあるようになったんですね。で、先日はこの白梅学徒隊の生き残りの皆さん、現在はもう80代後半でいらっしゃるんですが、はい、ちなみに僭越ながら僕がギュッとハグすると本当に僕の腕の中で15、16の少女に戻られる感じがするんですね。で、この方々にも改めてこの白梅学徒隊の自決号と、あと弔う塔があるんですけれども、あるいは納骨堂があるんですが、はい、そこに来ていただいて、そして私たちはインディペンデントクラブといいまして、僕たちが主催している会員制のクラブですね、はい、総合研究所のクラブなんですが、ここはもう本土も沖縄もそして海外の日本人もたくさん会員がいらっしゃるんですけど、その有志とみんな集まってですね、そして自決号に入って自決号の一番突き当たりにいつも暗く湿ってる、地面があるんですけれども、はい、そこを撫で回して、皆さんがここで頑張ってくださったので現在の私たちがいますという感謝を、僕もいつものように捧げ、はい、一人一人もそうなさってくださったんです。はい。で、その後今回は意見交換会っていうのをやりまして、はい、生き残りの学徒観光隊であるところの白梅同窓会、その会長の中山菊さんという方も含めてですね、若い人も入って意見交換会をやりました。で、中山菊さんたちは悲惨な沖縄戦の実情をじっくり語られました。はい。で、その時に、沖縄の地元紙の通信員、記者ですね、はい、それも同席してくださったんです。で、これは沖縄本島の地元紙じゃなくて、沖縄の、本島じゃない島の地元紙の記者なんですけれども、はい、その記者通信員の方がインディペンデントクラブの会員に、取材なさったそうです。はい。で、それによるとですね、この会員はこうおっしゃった。戦争の悲惨な体験を聞けたのは貴重なことです、うん、ただその憎しみが本土に生まれた我々に向けているのを感じてとても辛かったです。私は沖縄や沖縄の方々が大好きです、はい、沖縄も本土も全く同じ日本ですよねと、こういう、声がこの記者の方の取材にあったそうです、はい、で、これはあくまでこの記者の方の取材を信じて僕も今紹介してるんですけれども、記者の方はですね、はい、これを意見交換会で、中山菊さんたち生き残りの方々と、それからこのインディペンデントクラブの会員、もちろん、敗戦後に生まれた世代との間で相入れないものがあったと、そういう受け止めをされたんですね。はい。でも実は僕はそうは思わないんです、
で、この通信員の方の誠意とか、取材は信じます。その上で、実はこのインディペンデントクラブの会員、この方は、だからおそらく本土の方なんですけれども、本土の方の感想は一番大事なところを述べられていて、実は生き残りの、いわば少女たち、今も心の中は少女たち、この生き残りの方々も知りたいところだと思うんです。はい、それは、例えば沖縄の石垣島に特攻隊の慰霊碑が建っているんですね。これは石垣島の中山市長という若い市長が、まあ、反対とたくさん反対の方々と議論しながらようやく最近建てた特攻隊の慰霊碑なんですが、はい、その慰霊碑に先日僕を訪ねした時にですね、石垣市役所のある方が一緒に行ってくださったんですが、こう僕におっしゃいました、自分は沖縄生まれ沖縄育ちで沖縄は捨て石にされたんだと、それが沖縄戦だとずっと繰り返し教わりました、はい、でもちっちゃい頃からそれが疑問だったんですと、捨てるんであれば捨て石にしてるんであれ あれば本土からあんなにたくさん同じ国民が来て戦う理由がなかったんじゃないですか、沖縄は愛されていたからこその沖縄戦だったんじゃないですかと、いうふうにその慰霊碑、これ慰霊碑は海に向かって立ってるんですけれども、沖縄の地元の方もこの特攻隊員として海で戦術なさってるんですね。で、そのお話も含めて、あえて申せばですね、はい、この戦闘の前に少年少女を含む市民を疎開させずに戦いに巻き込んだという誤りは誤りとしてきちんと受け止めつつ、祖国の一部としての祖国の沖縄への愛という真実もきちんと掘り起こしていくべきではないかなと思うんです。なるほどなるほど、はい、その長いそして平坦ではない道のりの一つとしてお参りも続け意見交換会も開いているんで、はい、相入れないものがあったという受け止めもしっかり考えなきゃいけませんけれども、実は前に向かって道が開かれているんであって、こういうことが実は今の基地問題を含めた沖縄のさまざまなことに大きな深い影響を与えているということを、私たちは改めて一緒に考えたいと思います。鉄号とあと、まあ、弔う塔があるんですけれども、はい、あるいは納骨堂があるんですが、はい、そこに来ていただいて、そして私たちはインディペンデントクラブと言いまして、まあ僕たちが主催している会員制のクラブですね、はい、総合研究所のクラブなんですが、ここはもう本土も沖縄もそして海外の日本人もたくさん会員がいらっしゃるんですけど、その有志とみんな集まってですね、そして自決号に入って、自決号の一番突き当たりにいつも暗く湿っている地面があるんですけれども、はい、そこを撫で回して、皆さんがここで頑張ってくださったので現在の私たちがいますという感謝を、まあ、僕もいつものように捧げ、はい、一人一人もそうなさってくださったんです、はい、でその後今回は意見交換会っていうのをやりまして、はい、生き残りの学徒観光隊であるところの白梅同窓会、その会長の中山菊さんという方も含めてですね、若い人も入って意見交換会をやりましたけども、本当は全部で9つあって、この地元沖縄でも残り8つの学徒隊のことはほとんど忘れられていたんです。はい、実は僕自身も例えば学生時代ひめゆり学徒隊しか知りませんでした、はい、で白梅学徒隊はその忘れられた一つなんですけれども、まあ、不思議なご縁がありまして、新人記者だった時に初めてここを訪ねまして、まあ、以来30数年間ずっとお参りをしているわけですけれども、はい、まあ、ささやかに今桜井さんおっしゃってくださったようにこのことについても発信をして、次第に沖縄でも本土でも知られるようになって、はい、だいぶお参りもあるようになったんですね、で先日はこの白梅学徒隊の生き残りの皆さん、現在はもう80代後半でいらっしゃるんですが、まあ、ちなみに僭越ながら僕がギュッとハグすると本当に僕の腕の中で15、16の少女に戻られる感じがするんですね。でこの方々にも改めてこの
白梅学徒隊の自決、先週自衛隊の沖縄那覇基地から F-15 戦闘機の戦闘訓練に参加したことをお話ししました。はい、そうですね。実はその那覇基地の前日に白梅の少女たちの自決号にお参りをしたんです。はいはい。で、白梅についてはこの番組でも、まあ、ずっと前ですけどお話したことあると思うんですが、はい、私もあの綾山さんの話聞いて沖縄行った時にそこ行ってきました。はい、ありがとうございます。はい、はい。まあ、初めての方もいらっしゃると思うので時間がないですけど簡単に話しておきますと、はい、まずご説明しますと、白梅の少女たちというのは沖縄戦の学徒看護隊の一つです。はい。白梅学徒隊のことなんですね。はい。で、学徒看護隊というのは第二次世界大戦の一番末期の沖縄戦で頭が割れて腹綿が出た、そういう71年前の私たちの先輩の方々を看護してくださった、まだ当時15、16、17当時ですから恋も知らなかったような少女たちのことなんですね。はい。で、この学徒看護隊はひめゆり学徒隊だけが大変よく知られて観光地にもなっているんですけれど、中山菊さんたち生き残りの方々と、それからこのインディペンデントクラブの会員、もちろん、敗戦後に生まれた世代との間で相入れないものがあったと、そういう受け止めをされたんですね。はい。でも実は僕はそうは思わないんです。はい。で、この通信員の方の誠意とか取材は信じます。その上で、実はこのインディペンデントクラブの会員、この方はだからおそらく本土の方なんですけれども、本土の方の感想は一番大事なところを述べられていて、実は生き残りのいわば少女たち、今も心の中は少女たち、この生き残りの方々も知りたいところだと思うんです。はい。それは例えば沖縄の石垣島に特攻隊の慰霊碑が建っているんですね。これは石垣島の中山市長という若い市長が、まあ、反対とたくさん反対の方々と議論しながらようやく最近建てた特攻隊の慰霊碑なんですが、はい、その慰霊碑に先日僕をお尋ねした時にですね、石垣市役所のある方が、で、中山菊さんたちは悲惨な沖縄戦の実情をじっくり語られました。はい。で、その時に、沖縄の地元紙の通信員、記者ですね、はい、それも同席してくださったんです。で、これは沖縄本島の、地元紙じゃなくて、沖縄の、本島じゃない島の地元紙の記者なんですけれども、はい、その記者通信員の方がインディペンデントクラブの会員に、取材なさったそうです。はい。で、それによるとですね、この会員はこうおっしゃった。戦争の悲惨な体験を聞けたのは貴重なことです。うん。ただ、その憎しみが本土に生まれた我々に向けているのを感じてとても辛かったです。私は沖縄や沖縄の方々が大好きです。はい。沖縄も本土も全く同じ日本ですよねと、こういう、まあ、声がこの記者の方の取材にあったそうです。はい。で、これはあくまでこの記者の方の取材を信じて僕も今紹介してるんですけれども、記者の方はですね、はい、これを意見交換会で